ネットギアはコンピュータネットワーク機器などのハードウェアを製造販売しているアメリカ合衆国の企業。日本法人は1999年11月に設立されたネットギアジャパン合同会社。1996年1月8日、米ネットワークスが子会社化し、中小企業と家庭向けのネットワークソリューションに特化するようになった。 1998年8月、米ネットワークスがノーテルに買収され、ネットギアもノーテルの子会社となった。2000年3月になると、ノーテルは同社の株を徐々に第三者に売却し始め、2002年2月にはノーテルから完全に独立した。ネットギアは北米、ヨーロッパ、中近東、アフリカ、アジア太平洋といった地域で小売業者、 再販業者、VAR、サービスプロバイダなどを経由して販売展開している。小売分野で主に競合しているのはリンクシスとディーリンクである。2007年現在、アメリカ合衆国とイギリスが主な市場だが他の地域の売り上げも急速に伸びている。ネットギア製 ADSL ルーター8ポートギガビットスイッチ GS108 デュアルワンギガビット VPN ファイアウォール FVS336G ネットギアは、有線ネットワークと無線ネットワークそれぞれに対応した、家庭用及び企業用のネットワーク機器を中心とした、製品群を提供している。2006年時点で、ネットギアは一部製品の製造を、他の電気機器企業にアウトソーシングしている。外注先としては、アスキーコンピューター、a s u s カメオコミュニケーションズ、デルタネットワークス、フォックスコン、セナオ、サーカムなどがある。ネットギアはアウトソーシングによって価格を抑えつつ品質を保てるとしている。2003年頃、ネットギア製無線ルーターにバグがあるとの報告がいくつかの愛好家サイトで見られた。例えば、ネットギル WGT624 に対して障害による被害を受けた人々による 集団訴訟が起きている。ネットギアのプラチナムツーイクロージャーは、シカゴデザイン博物館から2004年のグッドデザインアワードを授与された。2003年に、ウィスコンシン大学の NTP サービスに対し1秒ごとに問い合わせるという処理を誤って、ハードコードされたルーターが約70万台出荷され、大きな問題となった。 ありがとうございます。